中国では複数地域が猛暑に襲われている。首都北京では3日連続で最高気温が40度を超えた。北京市内では11日午後2時時点で最高気温が35度に達し、門頭溝区は 40.3 度を記録。猛烈な暑さは13日まで続くと予想され、10日午後5時に2番目にレベルが高いオレンジ高温警報が発令された。気象当局は高温時間帯に屋外での長時間活動を控えるよう呼びかける一方で、11日夜遅くにかけて局地的な強雨や雷に十分注意するよう呼びかけている。